皆さん、こんにちは。今回は、将棋ウォーズで今人気の戦法トップ5を紹介しながらやっていきたいと思います。将棋エクステンドっていうサイトで、今、ウォーズでどういう戦型が人気かっていうのを見れるので、ちょっとそれを参考にしながらやっていこうと思います。で、第5位紹介していきます。第5位は、棒銀らしいですね。というわけで、棒銀やっていきます。この棒銀はあれですね、ハブさんが5二銀っていう伝説の 手を生んだ線形としても知られるやつですねこれ銀出て一応歩は確定か、まあ、こうああそういう感じねこれも一つ防銀対策で有名な対策でまあ銀を引いておくことで銀交換を阻止できるよっていう話ですねまあこっちら銀銀で立て直していくとそういう話なんですけどもやっていきますか玉上がってちょっと3切れなんで早指し早指しでおなじみの糸谷八段にすることでこうあやかっていくと。 いう感じでいきたいんですけども同銀同飛車,ーってくるで飛車割り打ちがあるから飛車引いてくる角打ってどうかみたいなノリがあるから多分飛車引くのを警戒してる角打った手が角成同金銀打ちの飛車金両取りとこっち取る手があるんで割り打ちの銀消すなら飛車引きが自然なんですけどちょっとやりにくいと玉寄るのは角打ちが気になるからなんか味がいいてないですね問題が相手の方は今発生してる桂馬。経緯今 ケイマーは打ってみたいけどね。引いて銀なり同玉で帰ってかな。帰ってという説があるのかなこれでも銀打って、飛車引いて角打つとかちょっと病それ病抱えてる角打って同玉なら銀なり角打って金なら銀なり同玉角りみたいな。もうやってみるか。3切れなんて勢い。<laughs> 3切れなんて勢いなんで、最近3切れを灰差ししてるんですけど、 3切れってこんなに悲しいゲームでしたっけ <laughs> なんか、すごい切れ負けの勝負になるんですけど、こんなに悲しきゲームでしたっけこれ。で、相手の方は銀上がってきましたよと。まあ、金打って逃げて金引いて銀出て成銀寄っとくとかあるし、風って同歩同飛車風横歩取るとか。まあ、でもな、飛車、浮き飛車にしちゃうと飛車狙われるんで、ちょっとやりたくない。成銀寄るのは飛車1個置かれて、手が難しいか。ちょっとやりすぎやったか やりすぎでしたかね。どうですかね。金打つこれはちょっと筋が悪い。筋が悪いです、この人。筋割る警察が。筋割る警察が出動する、これは。銀上がりは風で取れるから、こっちじゃないかな。今のところ風ついて桂馬取りに行くぐらいやったかもしれない。銀ここ出られた時にどうするか。まあ成銀寄って手渡しますか。なんかしてくださいって感じで。 こっち出てなり銀寄っとけば次、風ついて同銀って取らせてなんか風って同風に風垂らすとかまあなんか、四筋から攻めていきたいかなでも銀出て風ついて同銀ってなると小瓶狙われるんで、この小瓶が、いや <laughs>、藤森五段が小瓶消すなーの手筋っていう動画ありましたけどね。小瓶をむしろ消すどころか露出してしまう攻めなんで。うわー攻め合いかそれは逃げると 逃げもあるよなそれは甘え逃げは甘え銀取ると桂成同桂風突きとかそれなんか一手ぐらいは勝てへんのかな無理銀取って桂成同桂風とかの時に手抜いて桂馬取桂成同なり、それが詰めろじゃないもんな歩成同金6五系とかででもそれがまた詰めろじゃないからもう行くか分からん,なんか,かわしもあったけど銀取った時も分かんなくてちょっと迷いましたねあっ角打ち一回これはかわして 銀取られるか。で、銀打って。んー、でも角なられたら、怖いんで、でも鳴らすんがあるんかな成銀打って角ならせて玉引いて、鳴らず同形で意外に寄らないですよっていう。意外に寄らないですよって言いに行くてあるそんな人はおらんか。銀出て取らせての方がいいかな銀打って。いやー、でもそれ駒不足よな駒が不足してるよ。でもそこで銀なりとかで、 重く刺すでも角の王手とかあるかいやわからんいやーやりすぎこれはやりすぎやりすぎ警察やりすぎ警察ですね桂成は同桂でいいんですけど角なられますねで玉まっすぐ引いてどうかですけどどうやろうまあ桂馬もらえれば桂馬とか桂馬とかなんか寄せる手があるんでちょっとそれを楽しみにやっていきますかギリギリの勝負ギリギリの勝負やなうーん桂成らず同桂 桂ならず同系で飛車の横利きが強いんで相居飛車あるあるなんですけど飛車の横利きで耐えてるってことが意外にあるのでちょっとそれに期待してるんですけど銀打ちとか銀打ちとかなんか飛車いじめてくる系の手が嫌やなどっかで角角は銀打っとくと銀打っとくといやー打つ必要あったんかなてか馬寄りでさー金弾いて銀とかで銀は取るいやわからんもう何も分かってない取って取ったら取って同玉風それが飛車から危ない いやー縦に逃げとくと、さすがに危ない、銀なりとかで。<秒>取ったら取る。うわー切った。切った、わ <laughs> からん。わからんくて切った。一回逃げとくか。一回逃げとく。銀なりで逃げて。なり銀寄って。いや、かえて早まってる。そこ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 。そこを打って、そこを一回打って、そこを一回打って、一<秒>回叩い,叩いて、叩いて、叩いて、戻す。 打ちを楽しみ軽打ちを楽しみにしていく軽打ちを楽しみにしていく金引く金引きます金引きます桂馬打ちます軽先の玉寄せにくしです先の玉寄せにくし問題かな軽先の玉寄せにくしだねいや風ついとく意味やからんこれ何狙ってんの何狙ってんの何狙ってんの <laughs> これが詰めろじゃないからダメかあ詰めかありがとうございました はい、というわけで2曲目ですね。2曲目第4位の先鋒を使おうと思ってるんですけど、ちょっと第4位の先方は実は使えるかわからなくて、あこれだったら使えるかな。使えるんでしょうか？角換わりになりましたね。第4位は右試験日社ですね。右試験者が第4位みたいです。も、ま、う、あ、第4位右試験者って、実はちょっと意外で右試験者って基本的に角道止める。先方に使うんですけど、だからなんか使える戦法が。 限定されてるんですよ使える時は限定される戦法なんで第4位まで食い込んでくるのがちょっと意外なんですけどまあ第4位ということですねうわ銀かそれ角とか大丈夫まあ付くかまあ今回こういう人気の戦法を紹介してるんですけどもこういう人気の戦法を押さえておくことでまあそれを対策すればある意味勝てるっていうこともあるのでうわすごいなフモリモリですねモリモリじゃない 車は危ない角とかでまあ取っとくかあの対策すれば勝ちやすいってことではあると思うのでまあこれを参考になんか普段の研究とかで活かしていただけたらなと思うんですけど相手の方の陣形すごい,い形やなあんまり見たことない桂跳ねとかしたいけど無理か歩突かれるか確かにでもどうするんやろこっちもいやーそれ困ってるー <laughs> それ困ってるかえでも飛車浮いて角なんて金で。 馬がああでもそれ馬引きが飛車取りか待ってよっいやどこ逃げてもあかんのかどこ逃げてもんか馬引きが飛車取りになるから飛車馬詰ませないかえどうしよう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 どうしううしようどうしうどうしうどううしよううしようどうしようどうしうどううようう 違うな違うあと。金寄って逃げて銀引き。かなあ違うかなわ <laughs> 分からん。で銀引いとく馬入られるときつそうなんでで風潮を見せるとだから銀引いてくると思うんですけど桂馬とか跳ねてなんかいじめていければいいけど馬も入られるからなそうですよね桂馬で馬で飛車寄ってとかで使ってく危ないけどちょっと勝負的気ですね角うっかりしちゃったんでちょっと勝負的気味に攻めていきましょうと。 次、金出て。森攻めで。あ、同歩で。風はいや、金は風か。風同歩。金、風、金。いやー、ダメか。いやー、でもやるしかないか。やらなきゃしょうがなしと。風ってふなり同居。金出てふなりで。分分いやー、風垂らしてなんかない。<laughs> 何もないか。いやー、やらかしてる。やらかしてるよ。かなりやらかしてるよ。お手手が見えてない。 お手て見えなないいに入ってるかもしれふな,なり金は歩まずいか取って取っていやまずくねうなったらう同銀飛車走りいや金取られるかうって同銀同金同馬うん角打ちあ風打ちこれは出て同銀同飛車で金打ちで弾こうってことは飛車なり同金うとかで食いついていくかもう食いつく時代でいきましょう同金は角が大手金取りなんで。 まあ夜か引くかだと思うんですけどこれで食いついてま角打ちとか左右強撃の手を見せて楽しみにしていく感じかな歩打ちは銀なりは同歩歩打ちは歩打ついやー飛車持たれてるからなーでもこっち金持ってるから金ベタって埋めて頑張る手を見せて頑張る運馬していく感じかな次は銀な成同馬同歩とか銀なりで馬逃げたらなりが狙いですねちょっと金取って同歩は硬い気がしたんで まあこんな感じで持たれとく方が勝機あるかなっていう感じでいきたいと思いますただ飛車打ちがな攻防なんよなこう利かしつつこう化かして次はくなりが痛そういやーそうですよねそうですよねそうですよね <laughs> ふなり同金同成銀同飛車なりですねうん取ったら同銀金打って逃げてふなり同金同利取るまあ微妙か角打ちは同金意味ないなえー、っと角打つ で横に逃げたら金で飛車を無理やり取りに行く。いやー、そういうのは筋が悪いかな。飛車中出ちゃってる。飛車中出ちゃってるかも。まあ、縦に浮いてくれたら守りが薄くなるっていうイメージですね。まあ、ここに銀打ったり角打ったりは相居飛車でよくある手なので、まあ、狙っておきたい手ですね。これでまあ、左右強撃を作っていくと。まあ、一応飛車は取れましたよと。ただ、金がすごい効率が悪いのと、うーん、それは飛車打ち 同飛車なり同金で銀取らせて勝負かなあ同飛車なり同金であれ飛車あーそっか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 でなりかななりで3二かは二かじゃあ結構寄ら,寄らないのかなでも取って同区で飛車とかがうるさいか取ってどそれは何色それは何色ですかって一回聞いてみるか飛車打って飛車打たれるかてか一回寄った方がよかったかな寄ったら寄ったら飛車打ちは金で埋めますかいやわからん激戦ただの激戦 ただの激戦が繰り広げられてる次ふーとかが厳しいかなふなり同玉金とか見せてうーんわからんちわ <laughs> からんち強者、強者が痛い強者が痛いんかな何が痛いかすらもはやわかんないもはや何が痛いかもわからないんですけども同歩同歩は取って同単金単金はうまくかわされる次取って同銀飛車なりが厳しいんですけど いやー強者は詰めろじゃないからそれ詰めろじゃないよねそれは詰めろじゃないただ同銀同金の時に詰むか同銀はそうですねいやー焦る待って飛車なって同金桂馬桂馬は逃げられるあそれ竜か桂馬同金角竜逃げるうわ詰まんの角で逃げて角りあ詰んだ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 逃げて角なりか天才天才の詰みはいこれはもう藤竜王はいありがとうございました <laughs> はいといとううわけでうわーなんか強そうお願いします第3位は、まあ、納得ですね納得の第3位なんですけどこれは四間飛車ですね四間飛車四間飛車ということでやっていきましょうこれでも相振り飛車なるな相振り飛車なっちゃうなグラ、まあ、に組み替えるかちょっと相振り飛車であの四、ー、間飛車ってさえないんですよね、まあ、なぜかっていうと玉こう囲っていくんですけど 向かい飛車の方が玉頭を攻めれるのに対して四間飛車はなんか謎の玉から遠いとこ攻めないといけないんでちょっとさえないっていうところはあるけどまあこれで玉囲っといて一局か右ラ右ラでいきましょう銀出たら棒銀シンプル棒銀嫌じゃないこれ結構嫌説あるよこれ次の空がまあ金上がって受けんのかなあ銀引きででも下がらせてのはでかいこれは割とえ 同歩でわからん。パニック。一歩読。一歩読よ。はい、金。金が上がっていく。いや、今、風月とか、いやー、それはちょっとやばんか。いやー、でも風月もあったかもしれない。系統を狙って。ただ、相手の方がそもそもここからどう駒組みしてくるのかっていうのがあって。んー、まあ、風ついとくか。風月同歩同家は銀引きとかで受かるから。んー、8六歩もついとく。ちょっとなー、3キルは時間残しておくことが大事っていう心理に、この間、たどり着いたので。 ちょっとあんまり序盤のこういう細かいところでは考えないようにしていきたい。本当は考えた方がいいし、あのー、そういうの考えるの好きなんですけど、ちょっと3切れは本当に、結局は時間。うわ、来た銀引きは普通は綺麗ですけどね。普通は切れ気味。同金で飛車で風でもう一回金引くか、わーいわ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 い。玉上がりとかはないのかなさすがにさすがにないのかな飛車回っとく。だからここ近いしな。 しゃ、車回っとくんですかね。いやー、微妙か。銀上がりたけど、同期なり。金上がるのはなー、さすがに。それでなー、幸せになった人見たことないよなー。いやー、それで幸せなりに行くいや、格上がりとか活用されて微妙か。てか、金引けばいいやん。なんで金引き見えへんのこの人。怖っ。さっきまで金引き言うてたのに。なんで金引きを今、銀出られただけで忘れるんですかと、言われると、それは私が一番わかりません。ここでフうってくんの、怖っ 怖それは怖すぎ歩成り同金で大丈夫やから飛車取るか封打たれたらここで封打たないと飛車引いちゃうと封打たれるんで封っていうては考えられるんですけどそうですねさすがにさすがに案件ですよねこれはいえ同銀はいやーそれもあるけどなーてか取って様子伺がう同銀で微妙か同銀封取って同銀封とかまあでも引いとくかーちょっと微妙ですけどねこっち引くのは飛車角止まるのを大きにしましたと。 こっちはまあここで桂馬取る楽しみがあるんでそれを楽しみにまあ生きていくと同銀角で入れるけどな同飛車あれ桂馬で飛車積んだけどああまあぶっちでね同銀は金かまあでもそれはまあいいか金を足すいやーこれはフーツとフーツと取っ,取って取って取って同桂みたいな感じあーなるほどねまあでも6六桂一本に期待するんやろなこっちはまあ6六か8六は同角か危ない危ないよ 7五歩か同角飛車打ちは飛車打ちはもうわけ分わかってない何も見えてないけどとりあえずとりあえず打って角でファイターだね金打ちはさすがに聞かされか歩突き角り軽跳ね同義同歩飛車取って銀打ちそれは必死か一本突くか一本満足同角なら軽取りがなくなるんであーでも嫌な粘りですね歩一本突くかこれは歩りが次厳しい同角なら軽跳ね 同くなら各道止まるし、ここに銀絡んでいく手がうるさそう。いい感じなんやけどな。いい感じですけどね。いい感じですけど、これ次、K 班でも厳しいか。てか、それが厳しいか。ね。<laughs> ねって。ねって、どういう実況どういう実況ですかってことじゃないんですけど。いやー、調子は、この人、この方2連敗してるみたいなんで、あ,あの、勝ちたいんですよね。まさかの試験飛車で勝つことになるとは思ってなかったんですけど。 多分普通に居飛車で負けてる方だと思うんですよね。だからここで勝てると、僕は四間飛車党になれと、神のお告げが、お告げがあるかもしれない。神のお告げってそういうことですかっていうことなんですけど、ふーってね、まあ桂馬跳ねますか同銀同銀なり角なり、飛車なって勝負かな飛車取らせてる間にふーとか打って、うーんー飛車なっていきたい。飛車いらないんで、飛車中、飛車中とか本当やめた方がいいですよ。<laughs> 飛車とかいらないんで、将棋は王様取るゲームなんで、あの、 飛車中とかほんとやめた方がいいと思う。歩打ったら詰めろですね。同型で銀とかで。張り付いとくうーん、単銀もあるけどな。どっちがいいやろ。一本浮くぐらい打っといた方がいいか。歩はう馬で分かんないですよね。なり銀で。普通はよりですけど。普通はよりなんですけど。ちょっと分かんない。これは詰めろ銀りからバラしていけば。これは詰みですね。買っちゃった。買っちゃったって失礼ですね。ちょっとすみません。はい。対局ありがとうございました。 はい。というわけで3曲目ですね。お願いします。3曲目。あ、4曲目。嘘ついた。4曲目は第2位の戦法を紹介していきたいんですけども。あー、これ紹介できない。第1位でいくか。第1位が、ちょっとこれ第1位にしようか迷ったんですけど、第1位は力戦らしいですね。力戦。力戦の将棋が一番多い。まあ、なぜ紹介するか迷ったかっていうと、ちょっと力戦ってあのー、何て言うんですか。その他みたいなところがあって、ちょっとそれを1位にするのは、 ずるいんじゃないかと思ったんですけどまあまあでも力戦を対応ん力戦の準備をしておくっていうのが大事っていうことをお伝えするためにもまあこう1位で紹介しようかなと思いますどういう力戦にしようかな飛車引きまあ力戦って対応できないというかじゅあのー、事前に準備できないから力戦なんでそれを対応しろと言われてもまあ無茶な話ではあるんですけどまあでもなんか ある程度囲いを決めておくとか攻め方決めておくと結構指しやすいかなと思います。自分の場合は結構力戦になったらとりあえず雁木の形にしたりあの攻め方は棒銀でいったりっていう風にしてますね。まあ、今回は右玉にして自分からしてるんでそういう感じではないんですけどか右玉が力戦なのか論争が始まりそうですけど右玉って力戦なのかな桂馬跳ねたら疲れて いやーまあそれやるか。いやー危ないかこれ。風突かれ。まあ風突き危なかったかな。風突き。同歩同郷。危ない。危ないか。角引き風で。歩同郷不歩なり。いやー危ないことしたね。風突くか。取らせて角出るか。なるほど。<laughs> なるほどってお前がさした手やろっていう。お前が考えたんやろってことなんですけど。まあ同歩なら無理やり角交換してどうかですけど。まあそれもあんまり自信があるわけじゃないけど。どうかな。 あえて1位から紹介していくことしていくということで2位は何なんだって話なんですけど2位は何だと思いますか皆さん何でしょうね <laughs> 何でしょうねってまあでもこれ結構人気の戦法しっとくとやっぱりそれに当たる確率高いんでこれ1位から5位の確率合わせたら何パーぐらいあったかな結構あるんですよね3040ぐらいあるんじゃないかな は盛りすぎでも30ぐらいはあったと思うんでだから3回に1回はこれのどれかが当たるってことなんでまあそれをマークしておけばあのー、勝ちやすいですよねまあ歩くちょっと荒いかな系統攻めでで相手玉硬すぎ犯罪級の硬さまあ同銀しょうがない飛車回ってきたら封かな飛車回ってきたら筆で支えてどうかこれ角打ちの傷ができるんでちょっとそれ楽しみですね まあ格打た飛車寄りとか飛車浮きとかでどうかですけどそこで取ってとかまあ次単取りもあるけどどっちがいいかですね相手玉型あっちの格好よくやるんですけど相手の方はこう持ってるんですね桂跳ね桂跳ねは同期は同銀で攻め使われるからまあ一回角打ってみる単取り込みの方が大人やったかなちょっとこれはやんちゃやんちゃ気味かもしれない単取り込みから歩りぐらいを狙った方が オツでしたねいやそれの方がオツな指し方やったな取って同銀同銀同飛車角なりで強者取れるんですけどそれなんか飛車ビュンビュン使われそうなんでなんか冴えない気がするいや風封付同銀取って同銀角なりで馬入る手を見せるとかあるけどちょっと違うんよなどうするんやろ角納得か馬寄りでね馬寄りで飛車銀両取りっていう数字を見せとくか でも銀使われるまあそれは引けるんかいやわからん馬寄れても飛車寄って飛車銀両取り受かるんで結局のところどうなんですかっていう話はそう言われてるな結局どうなんですかって結局どうなんですかって言われてるけどうーんとっとくいやーそんな人いるそんな人いるんかよこれを予定でこの順を進める人はいないなんか銅銀はなんとなく怖かったええ怖ふなりええー、それはちょっとやばん もう一回桂いやーこれ銀引きがぴったりかまあ銀引きだと飛車走りができるんかうーん難しいところですね相手の方としてもだから埋めてきたとうーん馬ぶち切りたいというか風付くか同歩は風って同銀に軽跳ね同銀はまあ馬引きもしくは同桂うんこれは金取らせてる間になんとか攻めになり,たな,りな,なってると思いたいんですけどねまあでも一回と金よりが入るから。 どどどううかかででですすけどケなって同金でここでどうするか一回ピシャ打ちかなピシャ打ち打っといてピシャを打っといていや今馬引けよ <laughs> 馬引けよ馬あまあ馬金はじかれてとかで難しかったかこれ金寄りで得なんかなまあ端玉には端歩取り込めば大体詰めろ金打ちから大体あー怖い怖いけど玉上がる玉上がって取り込んだら封筒っていうそういう魂胆かやめろ そん歩叩い,い,いて同玉は飛車なりよりより島さんより島さんは金で取って同銀馬入りとかが詰めろかなこれ微妙 <laughs> 微妙ですけどだいた詰みか取って同銀で馬入って切って詰みかな同玉飛車なりで一間竜作って逃げた時に叩いて同玉銀で詰みかな。 多分積んでるんですけどねしゃなってアイゴマはきんで積むかなあ積まないかああはははははっはっやばい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 やらかし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 る取ったらかくでつむ取ったらかくでつむいややらかしるいやる取ったら取ったらつめろ逃れのつめろ知らんけど知らんけどねうーん積んだかこれ負けるかあれこれ,これ引いて引いてかくで寄る角で寄る角で寄る,角で寄る 隠れるギリツマンギリツマン来た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 た来たたはいありがとうございますはいというわけでえっと2位ですね最後の戦法は相振り飛車でしたというわけで相手の方が振り飛車じゃないとできないのでえっとさっきちょっとできなかったんですけど相振り飛車していきたいと思いますこれが第2位でしたねまあ振り飛車とうん、ふ振り飛車と同士が当たれば相振り飛車にはなるので まあなりやすい戦法かなということで、振り飛車党の方は、相振り飛車の、あの対策をした方がいいんじゃないかなと思います。これ、どう組んでこかななんか中原囲いみたいにしていきますで、銀上がって、軽い感じでいきましょう。まあ自分は、もともと振り飛車党だったんですけども、相振り飛車が嫌でやめたんですよね。だからあんまり相振り飛車好きじゃないんですけど、まあやっていきましょう。なんか、振り飛車好きなのって別に相振り飛車やりたいから、 振り飛車好きなわけじゃないというか、そういうことじゃ、そういう将棋をしたいわけじゃないんですよねっていうのが結構あって、書くとかあんま意味ないか。ちょっと勘所側から、勘所、囲こった方がいいのかな。銀で嫌やな銀で嫌ですねわあフーツわあサイン銀でられるのが嫌すぎました。相手の方めちゃめちゃ慣れてる感じがある。一方、私の人権慣れてない感が満載と、<laughs> そういう戦いになってます。固めとくか。 固めは人生人生は固めこれ風付きたいんですけどなんか飛車の横撃止まるのがさっきから気になっててなかなかつきづらいんですよね歩突くと銀とかでなんかこう来られたりとかあーこれ風付くと風つかれますね、うん、銀引いてなーくっつけるっていうのもなんか冴えない刺し方だしうーんこれが一番冴えないこれが一番やっちゃいけなかった気がするなんかなーこれどうせ玉頭からゴリゴリ攻められて角とか打ってさー どうせゴリられるもん。どうせゴリられる。皆さん見ててください。どうせゴリられるんで。ゴリられるって何ですかっていうご質問に関してはちょっとお答えできませんね。それは。守秘義務があるので。書くってきたらどうしよううんでも一応なんかフー付き同歩同銀とか攻めてきた時にフーってどう飛車にくみたいなあそこかそこ小瓶開くけど。 怖くなないのかなこれ風付き道具同銀同銀同飛車とかするとどっかで角が飛車と王の串刺しになるんでちょっとそれを見据えていきたい金金キンキンぐらいまで寄れれば金金キンキンと寄れれば一人前かなもう最近3キロは穴熊ゲーなんじゃないかっていうことに気づき始めたのでとりあえず穴熊にします何度灰刺ししてる時に穴熊にあれされたか <laughs> あれとは時間切れされたかってことなんですけどもこれも引きつけますから。 これが皆さん3切れの勝ち方。これだけでも覚えて帰ってください。一回風突くべきやったかな、今。あ、あれそれ角で死んでるこれ両方受かってるような気もしますけどね。次、飛車引きで角積むんで。これは一本取ったか。なー、一回銀。冷静にね。飛車引きはお楽しみに一回冷静に受けとく。なりを受けました。飛車引く手もあったと思います。それ引けば桂得ぐらいにはなったんじゃないかな。かなり欲張った手ですね、これは。 銀を上がって相手の方に手を作れ手を作れと焦らせて時間を減らすそういうこすいことも考えてますはい2分1分差ついてるんで同歩はまあ飛車引いたら角内同香豆歩,歩それでもいいけど同歩の時が一番困りそうなんで同歩で取りますこういうのは焦らない焦って角を取りにいかないこれは引きますか歩突きは同歩でうんああそうですねありがとうございました よろしければコメント、高評価いただけると嬉しいです。ありがとうございました。実践で役に立つ手筋を紹介したメンバーシップを配信しています。また右四騎武者の指し方をまとめた電子書籍も配信しています。詳しくは概要欄をご覧ください。